が最大敵入。ギャラクシア。自動で利回りを最大化。今回はアスターネットワーク上で、サービス開始予定の分散型金融、自動で利回りを収穫してくれるサービス、ギャラクシアの紹介です。アバウルトみたいな感じ。はい、同種のプロジェクトです。今回の流れ。1、ギャラクシアとは、2、アースショットに選出。3、デカルテル参加。4、エアドロップ。の順に解説します。2と3は初めて聞くわね。1、ギャラクシアとは。まずは、ギャラクシアが掲げる分散型金融の課題と解決について。課題は、プロジェクトが多すぎて管理が大変な点。それな。正直いくつのプロジェクトに参加しているか、把握しきれてないわ。スライドのように複雑になっている方も少なくないと思います。解決、ギャラクシアに預金するだけで、自動で利回りの最大化ができます。楽に運用ができるわけね。ユーザーがすべきことは仮想通貨を預けることだけ。高い利回りが得られるわけね。ギャラクシアについてまとめます。専門的に言うと、ギャラクシアはイールドアグリゲーターのサービス。利回りはどこから収穫するの？私の推測では、最も利回りの高いミューのプールで収穫するようです。ミューはスターレイ、カグラミンがさらに稼げるサービスだったわね。ギャラクシアに預金すると自動で高い収益。アバウルトと同種のサービスだったわね。ギャラクシアは複数の利回り農場を比較して、最も利回りの高い C 農場で運用します。また、ユーザーの資金を一括して動かすことで、ガス代を節約します。2、アースショットに選出。アースワップが関係している。はい。アースショットは、分散型取引所アースワップが行う支援プロジェクト。第1弾はスターレイだったのね。どんな支援が受けられるの？戦略、マーケティング、コミュニティ管理、シード投資、IDO サポートの支援が受けられます。お金周りのサポートが重要ね。シード資金は、仮想通貨上場前の資金提供。IDO サポートは、アースワップでの仮想通貨上場支援ですね。これだけの支援を受けているのは、投資先としては安心材料ね。またギャラクシアはスターレイと提携しました。どう繋がるのかしら？それが次に解説するデカルテルですね。3、デカルテル参加。これは一言で言えば同盟ですね。まずは、アースワップ、スターレイ、カブラ、ミューの4プロジェクトで結ばれました。すべて動画で取り上げたプロジェクトね。ここに新たな仲間としてギャラクシアが加わったわけです。ここにアグリゲートとあるし、おそらく間違いないわね。この図から、ギャラクシアはミューのプールで、運用することが予測できるわけね。また、スターレイとはレバレッジという形で関わっていく模様です。レバレッジはテコの原理で、取引所からお金を借りて、元で以上の投資を行う手法だったわね。そして、デカルテルの目的は、協力してアスター生態系を盛り上げること、相互エアドロップを行うことです。こちらは、スターレイの通貨レイを預けた場合にもらえる、エアドロップの解説です。お金がお金を生むわけね。これは美味しい。ギャラクシアも上場時には同様のエアドロップが予想されるので、早めに参加して備えましょう。4、エアドロップ。デカルテルのエアドロです。リンクは概要欄に貼っておくわね。ギャラクシアの通貨ギャラックスもあります。ロレックスみたいね。下に行って、難しいのはここぐらいでしょうか。エアドロのツイートのこちらをクリック。お友達3名の Twitter ID を入力よ。書き込みしたら、時間のところをクリック。ここのアドレスをコピペするのよ。今回はここまでよ。今後もアスターに関する情報を発信していきますので、チャンネル登録並びに高評価をよろしくお願いします。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。